みんなこんにちは。南米をバンライフしているケント直子です。今回はチリで地ビールの首都と言われるバルディビアにやってきた。ここは南米とは思えないヨーロッパのような町、自然豊かで食べ物の美味しい町をバンライフしてきました。夏はとっても雰囲気が良いのでね、住みたくなるようなバルディビアです。ヨロ旅。首都のサンティアゴから南に750キロにバルディビアはあります。スペインからの征服者バルディビアにちなんで町の名前が付けられました。冬は雨が多いですが、そのおかげで緑が多く、夏でも涼しく海にも近いので、チリの中でも人気の町です。ドイツ人の移民が多く、クースマンというビールメーカーが有名。ドイツビールを作ったことから、今ではたくさんのブルワリーが作られました。町中のいろんなところで美味しいビールを飲むことができます。準備できたビール飲みに行きましょう。イエー。ほら、ほら、今日何でしょう。チリで一番ビールが美味しいバルディビアにやってきたので、バルディビア、ここで一番地元のクラフトビールが飲める、エルグローラーっていう、はい、クラフトビールたくさん飲める人なんでね、いいよね。アラウカリアの木もあります。はい、潜入したいと思います。チリのレストランはだいたいメニューコーナーなんだけど、キャンバで作られてました。キャンバです、中身が、ね、めっちゃおしゃれだよね。おしゃれ、絶対デザイナーが作ってる。あ、そう、キャンバ使ってデザイナーが作ってる、ね、さっき説明してもらったんだけど全然わかんないけど、クローズラーで作ってるビール、オーデで後ろで実験のような場所が本当に製造してる場所があって、5種類のビールが飲めます。ビルスナーかな、ソル、レッド、コーター、IPA、 で1350円くらい、1個200くらい入ってます。安いよね。それ何、ピルスナー。ピルスナー飲んでんだけど、どうすか。おいしい、おいしい。これはもう水のように飲めます。これはなんか、ね、私はこれソル、なんだろうね、うん、飲んだんだけど、めちゃ香りが出来たてって感じがして、ね、そうそう、あ、よかったね、わざわざ来て。缶ビールとちゃうわこれ。全然違います、美味しいです。コーヒーのような、ポーター、レッド、美味しい、美味しい。これなんかね、すごいスモーキー、ちょっと焦げたっていうか、麦の香りがすごいですね。This one has the hops, much hoppier, and we only use European hops. And the other ones, the owner is from Massachusetts, he's from Oregon. So our like beer culture in the owner is an American, very American style. ドイツ人のビールメーカーの方がおすすめしてくれたタコスです。めっちゃ美味しそうだね。行きましょう。1個がすごいね、これね。でレモン振りますね。レモンね、レモンね、あ、すごいよ。揚げた魚とキャベツのピクルスとマンゴーかな、タルタルとパクチーです。いただきます。レモンかけすぎた。でも魚があったかくて美味しいですね。はい、第2弾が来ました。すごいね、オレンジジュースみたい。でもオレンジジュースに入れてるのビールです。サンティアゴの近くのブルワリーが作ってる IPA シリーズです。いただきましょう。やばいね、テンション上がるね。チリアン札幌らしい。チリアン札幌。いや、アサイオアサイ、ティピカルジャパニーズビール。ティピカルジャパニーズはキリン。キリン、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 アサヒ、サッポロ、だいたいトップ3。Yeah. Yeah. In Chile, it's Espumo, Extra, and Royal. ああ、ロイヤルね。これをブルーしたのがマティンさん。Thank you. Beer with brewery from Santa. おいしい。オレンジみたいな味が。超が好きかも、さっきより私。はい、ケンちゃん。いいよ。なんかなり、やりたいことがなんか。そう、やっぱ日本帰ったら、なんか長野県とかで湖沿いで自分らが楽しむ分だけでもビールを作るとか、蜂蜜を作るとか、なんか車ちょっと全部直せるとかね、そういうのをできたらいいよね。ありがとうございます。やっとこっちの価値観に合わせてくれましたね。嬉しいです。チリにてやっと説得できました。2024年ぐらいにはそれができる。でもね、私だんだんね、もうそれ日本じゃなくてもいいんじゃないかと思ってきた。チリでいい？チリも相当いいね。どこにするかまだ分かんないですけど。
エールグロワーは時間が遅くなってくると地元の若者たちでどんどんにぎわってきて行列ができるほどチリのクラフトビールカルチャーの盛り上がりを感じました。バルディビアの片隅からおはようございます。本日の朝ごはんは昨日の残り物の肉とズッキーニのパスタでした。そしてクワの実をたまたま見つけました。食べれるものを見つけるととても嬉しいです。晴れの日が続いていますが、ソーラーパネルの電気はあんまり充電されていません。パネルかバッテリーに問題があるのかもしれません。今日はバルディビア観光に行ってきます。バルディビアのシーフードマーケットにやってきました。4時ぐらい前になっちゃったけど間に合いました。間に合いましたね。行ってみよう。行ってみましょう。バルディビアにもいます。トドが市場の魚の残り物を狙ったアシカたちが近くまでやってきました。でも1万だから安いね。今安い。でもサーモンが多いね。これがフィッシュ5,750円ぐらいで。スモークサーモン。かば焼きみたいな。ドイツの文化が残るバルディビアではチーズも有名です。試食して買うことができます。ナバウエラ。スペインで見たことあります。魚を買おうと市場でジェスチャーで伝えますが伝わらず、結局欲しい魚介類を買うことはできませんでした。魚市場の他にもバルディビアの市場ではカラフルでいろんな工芸品が売られていました。なんかいろんなチリの鳥かな、チリの鳥を紹介してインスタ映えスポットにして写真を撮れるといいです。こちらのお父さんはね、いろんな鳥の音が出せるアイテムを持ってます。かわいい鳥だね。おー、いいね。これあれかな。そうそうそう、アンデスね。ね、めっちゃ素敵じゃん。いっぱいある。すごい細かい仕事をされるアーティストさん。ヨーロッパの影響があるので、美味しそうなクッキーや美味しそうなペーストリー、お菓子などがたくさん売られています。これぞピスタチオとスイストコを選びました。来ました。どうですか、ショコラティエのチョコレートはね、美味しい。アイスクリームなんか生チョコ食べてるみたいな、うん、ね、チョコがめちゃめちゃ濃厚。ピスタチオも美味しい。ここはチョコレートが食べれます。バルディビア。この後スーパーに行ってみると、ドイツ人が好きな黒パンやソーセージ、チーズの種類がすごかったです。種類が多くてびっくりしました。住む人の文化で雰囲気が全然違うんだと感じました。ありがとうバルディビア。本日のシャチハクスポットに向かいます。おーい、今日はこちらのコペック、コペックさんガソリンスタンドですね。ここは結構チリは設備が整っているので、はい、止まってますね。このルート5がメイン道路なんですけど、うん、その沿いのコペックは設備が良い、うん、それでも今までは結構シェルに泊まってたんだけど、シェルかコペックが2大巨頭だから、でもすでに水が汲めるところがある。何汲める？まずこちらです。わー、やったー、綺麗な水、ポータブルお水、これも汲んでいいですよという案ばかりの。あれ？あれか、すげえ。店内はこんな感じ、もうほぼお店みたいで、コンビニのようにいろいろあって、酒は売ってない。じゃあ800、トワラが900。トワラ、トワラってなんだろうね。 Wi-Fi はつながりますか？つながりました。おお。びっくりな気がするけど、うん、一応これやったね。ガソリンスタンドでネットも無料で使えます。ネットも使えます。快適ですね。こんにちは。はい、帰ってきました。こちら私たちのバンです。今日は先ほど市場で買ったメルルーサ先輩です。メルルーサ先輩登場。こんにちは、メルルーサ先輩です。でかい
でかこのメデルサ先輩を今日は美味しくいただいていきたいと思います。いいね。あとこの野菜たちと、ね、ムニエルとかソースにつけていただきたいと思います。楽しみ丸。すごいね、一匹丸ごとメルルサくんなんで、すごい相当食べれるよこれ。ケイちゃんいっぱい食べる？食べよう。大きなメルルサをぶつ切りにして塩コショウで味をつけていきます。紫玉ねぎ、トマト、セロリ、じゃがいもをみじん切りにしてフライパンで炒めていきます。先ほどぶつ切りにしたメルルーサに小麦粉を振って温めたフライパンで皮面からこんがりと焼いていきます。皮がしっかり焼けたら裏返して両面焼きます。なんだろう、すごいイタリアンな感じになりましたね。はい、メルルーサと野菜。はい、そう、はい、けんちゃん、できました。おー、できました。ソテーです。で、いろんな野菜のソース、うん、まあ、車のキッチンだからもう一つのフライパンでいろんなもの仕上げなきゃいけないので、こっちのソースと魚を焼きました。ドン、完成です。美味しそう。いただきます。はい、うん、メルルーサホクホク、タラみたいな感じだよね。うん、やっぱり美味しい。美味しい。うん、うん、塩加減どうですか？美味しい、ちょうどいい。よっしゃ、こちらの野菜ソースとメルルーサのご飯です。うまっ、うまいわ。入ってたから嬉しいわ。今日もお疲れ様でした。お疲れ様でした。何でもバターもあるからね。うん、野菜がうまい気がするね。チリの野菜美味しいよね。お腹空いてた。1日経ったらね、腹ペコだよ ね。結構遅いもんね。まだ日が沈んでないけど、もう9時過ぎ、うん、もう9時でも明るいね。ちょっと南下してきたから、うん、肌寒くなってきてる。ああ、でもちょうどいいよね、日中は。ね、めちゃくちゃいい気候だな、今は。レモンもかけて、うん、これ昨日あのビール屋さんで取ってきた。ああ、そうなんだ。こう漁港レベルで言うとさ、例えばビーニャレベルの方が上だったけど、うん、観光地すぎたね、うん、行った場所は ね。だから本当に観光のお客さんしか来ないからうんざりしてたのかもね。誰が？え、なんかお店の人が普通の市場よりもさ、あんまりめっちゃフレンドリーではなかったなと思って。ね、うん、スモークの魚も買いたかったけど、なんかみんなそんなにフレンドリーじゃなかったから買わなかった、うん、損してるあの人たちは。確かに、うん、あのロイと一緒に行ったさ、コンセプションの日曜市とかさ、うん、地元の人ばっか来る市場すっごい活気あったじゃん。まあ、あれはすごかった。もうそういう感じではなかったよね。めっちゃ人、うん、まあ、日曜しかないから毎日やったらみんな疲れちゃうでもバルディビアはすごいさ、うん、街並みは良かったよね。どこら辺が？ヨーロッパっぽくてさ。どこら辺が？え、あの船のところとか。あそこヨーロッパっぽい？川沿いとか。あ、そうなんだ。うわ、なんかロンドンとか。一番ヨーロッパっぽかったのはそこらっていうかな。あ、そう。うん。何がヨーロッパっぽいねって盛り上がらなかったっけ。あ、そうか。なんか売ってるものとかかな。ああ。コペックからおはようございます。昨日の洗濯物干してます。よいしょ。あ、おはようございます。おはようございます。あ、朝湯の屋さんです、はい、朝ごはんやってます。朝ごはん作ってますか？はい、今サラミトマト、サラムチーズトマト、はい、出来上がりです。今日もチャンピオンブラックハウスで元気に行きましょう。えい、今日は駐車場ガソリンスタンドの朝です、ね、今ちょっとトースターないからね。これいいよ、ホットサンド機械に何も挟まずに焼いてる、うん、パンだけを焼いてるってこと？そう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 。で、これをつけますと。うん、うん、一緒だね。今日はこれ、そう、チーズとサラミと卵のタンパク質強化エッグです。これパンにつけて食べてください。またチェコの車に出会いました。今日はアルゼンチン入りするそうです。ケイさん何してるんですか？あ水をちょっとお借りします。はい、このガソリンスタンドの片隅で水を給水しています。隣ですごい軽バンぐらいでね、バンライフしてる人がいて、その隣で私たちは洗濯を乾かしています。あんまり乾いてない。うん、だけどね、本当に家だねこれは。今度トラックのところで水を入れさせてもらいました。生活用水だね。コペック様ありがとう。車のエンジンオイルはどうですか？ちょうどいいね。この間だったらいいって言われてるから OK。 入れられます。
この器具が足りてなかったっていう。そうだね、この盗まれてたそうです。ダメでしょ、ガソリンスタンド。女さあ、トラック運転手くんも壊れてちゃダメでしょ、ね、行きます。じゃあ55です、どうぞ。微調整中です。あ、嬉しいね。エンド、これで55。じゃあのコペックさんでシャワーを浴びで、夜も寝かしてもらって、空気圧も入れて、水も入れて、 Wi-Fi も使わせてもらって、ホテルですね、ここは。ケンちゃん、はいよ。バルディビア楽しかったですね。楽しかった。ビール飲むところが最高だったね。そうでした、はい。ということで、そしてコペックもフル活用しました、はい、ホテルですね。はい、バンライファーからしたらホテル。はい、別の湖の町に行ってきます。レッツゴー、行きます。次回はスケールの大きな滝に行ったり、緊急事態発生、チリの病院に行ったり、またもや車屋さんにお世話になってしまいます。南米でバンライフをしながら不定期で動画を更新しています。チャンネル登録、コメントしてもらえるととっても嬉しいです。今回も見てくれてありがとうございました。来週も見てね。